犯、銃を乱射、次々と人を殺しながら逃亡する殺人鬼が一人の母親を監禁しました。ザ・世界の仰天。連続殺人鬼 VS シングルマザー。今年3月、アメリカ南東部アトランタにあるフルトン郡刑務所に一人の男が移された。暴力を振るっての逮捕はこれまでに何度かあったが、今回のケースは悪質だった。ブライアン・ニコルズ、怒ると手のつけられない男。逮捕のきっかけとなったのは去年8月に起こしたこの事件。俺はお前を許さない。落ち着いて私の話を聞いて。付き合っていた彼女が牧師と浮気していたことを知り、怒りを抑えきれず暴行。もう誰にも渡さない。俺だけのもんだ。ニコルズは3日間にわたり彼女を監禁し逮捕されたのだ。事件の裁判が行われるのは刑務所に隣接するフルトン郡裁判所だが、ここはニコルズの言い分を聞き入れてくれなかった。家に上がり込んだのも監禁状態にしたのも同意の上だと主張したが、彼女は否定。ニコルズの凶暴ぶりは勤務先の上司や彼女の浮気相手である牧師からも細かく証言され、さらに銃や麻薬、家に火をつけるための燃料も用意していたことが明らかに。ニコルズの有罪は確定的だった。自分は一生刑務所から出られない。追い詰められたニコルズはこの日行動を起こす。評決の法廷へ向かうため保安官代理のシンシアがニコルズの元へ。開廷5分前よ。服を着替えてもらうわ。囚人服は陪審員に先入観を与えてしまうため、ジョージア州では評決の前に着替えさせる。まもなく開廷時間の朝9時、手錠をかけ向かおうとした。その時だった。どうせ俺は一生出られないんだ。これで俺は自由だ。建物の鍵と拳銃を奪いその場から逃走。保安官代理シンシアは頭蓋骨骨折の重傷を負った。誰かおらへんだろうな、もう一人。そしてニコルズが向かったのは外ではなかった。これから開廷となる裁判所、目指すは一人の人物だった。裁判長か。バーンズ判事。刑務所から一生出られなくなるのは彼のせい。そう思い飛び込んだ。お前だけは許せねえ。死んでもらうぜ。パニックとなる法廷。それは一瞬の出来事だった。バーンズ判事は即死。すぐそばにいた法廷書記ジュリー・ブランドーも狙われる理由なきままに死亡。あってはならない法廷内での殺人。目的は果たした。これで捕まれば後がない。もはや見境もなかった。おい止まれ。止まれた。止めようとした保安官補佐ホイト・ティースレイも死亡。狂気の連続殺人鬼ニコルズが外へ逃げ出し、アトランタの街は恐怖に包まれた。現場から伝えられる生々しい惨状、法廷での殺人など前代未聞。3人を殺害し1人に重傷を負わせた殺人鬼を警察と FBI が血眼で追う。一方ニコルズは駐車場にたまたまいた新聞記者に、どこかにガソリンスタンドは？スタンドなら、あっちの。黙れ！なんだ君は！やめろ！頭に怪我をさせ、変装のため彼のブレザーを奪った。駐車場の監視カメラにはその実際の姿がはっきり映っていた。そして車で逃走。
当初は裁判所周辺に潜んでいると見られたが、明確な目撃情報はまだ入っていない。警察は焦り始めていた。絶対にニコルズを捕まえるんだ。とにかく目撃情報を集めろ。全力で包囲網を作れ。一帯に大捜査網が敷かれた。幹線道路には異例の電光掲示が出された。だがニコルズはことごとく裏をかく。奪った車を乗り捨て地下鉄へ。人混みに紛れ電車で包囲網を突破。テレビを中心に注意の呼びかけも加熱する。Cop killer was about to go on trial for the second time for raping and kidnapping his ex-girlfriend. 法廷内で3人の命が奪われました。これ以上犠牲者を出さないようにしなくては。現在凶悪な犯人が逃走していますので注意してください。有力な目撃情報には懸賞金6万ドルを用意しています。皆さんの協力が必要なのです。誰にも止められないライアン・ニコルス。連続殺人鬼はどんな人生を歩んできたのか。1971年に生まれ、裕福な家でわがままに育てられる一方、頭脳は明晰だった。生物学者を志し、大学ではアメフトで活躍。たくましくなるに従い暴力的な行動も目立ち始める。よしこっちこっち、ちゃんと取れよ。何やってんだ。ふざけんなか、下手くそ。気が短く、すぐに切れる。暴力沙汰などでたびたび警察にも逮捕され、おい、やめろ、てめえ。24歳の時、人生をやり直そうとジョージア州へ。たくましい体を買われ、ガードマンの仕事に就いた。その頃出会った彼女との交際を機に、大手宅配会社に転職。ニコルズ、頑張ってるじゃないか。評判も上々だぞ。仕事の処理能力にも優れ、高額の年収も手に入れた。愛する女性とも出会い、ニコルズの再出発は順調だった。しかし、付き合って8年、逮捕のきっかけとなることが。牧師との浮気が発覚したのだ。おい、どういうことだ。落ち着いてくれ。お前に聞いてんじゃねえ。やめて。そういう関係か、お前ら。ねえ、ちょっと話を聞いてよ。それでニコルズは切れた。あいつは許さない。絶対思い知らせてやる。マシンガン、拳銃、火をつけるための燃料を持ってニコルズは激しい暴行を加えた上、彼女を監禁し逮捕された。言うことを聞かない奴は力ずくで分からせてやる。力ずくでな。そんな男の逃亡は13時間が経っていた。おい、金を出せ。騒ぐんじゃねえぞ。やめてくれ。早く出せ。アトランタ郊外に現れたニコルズはカップルを銃で脅し、金を奪うと再び闇に消えた。この通報で一層高まる緊張と恐怖。空からの捜索、道路の検問で殺人鬼を待つ。夜11時、アトランタ郊外のアパートである女性がそのニュースを見ていた。アシュレイ・スミス、26歳。自暴自棄になった殺人犯は非常に危険な状態です。意外と近いわね。今もどこかで理由なき殺人は繰り返されているのでしょうか。2日前に引っ越してきたばかり。この町で新たな生活を幼い娘と始めようとしていた。そんな彼女に恐怖は迫っていた。その頃ニコルズが奪った車がようやく発見された。だがいつ車を乗り捨てた